だと自分があんまりこう肌トラブルがない方だったんですね、はい、結構肌も強かったんですけど、うん、安定感が違う気がします。はい、ありがとうございます。こんにちは、永野さん、本日はようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは続きまして、 SK-2 のアンバサダーを長きにわたり務めていただいております桃井かおりさんです。どうぞステージまでお越しください。こんにちは。どうぞ。桃井かおりです。はい、よろしくお願いいたします。どうでしょう、 SK-2 使い始めて数ヶ月ということなんですが、いかがですか。はい、そうですね、まだ数ヶ月なので、なんかこう、もともとあと自分があんまりこう肌トラブルがない方だったんですね、はい、結構肌も強かったんですけど、やっぱりこう使い始めてみると、あの、安定感が違う気がします。すごい。でもこれからもうちょっとたくさん使い続けて、あの、いろんな自分の肌の変化を楽しんでいきたいなとは思ってますけど。なるほど、楽しみですよね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではオフィシャルのムービーさん、すいません、手を挙げていただきます。はい、そちらの、はい、すいません、カメラに寄せもお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらください。ここだ、こちらにお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは一度、はい、すいません、ご交代いただけますでしょうか。もう一度後ほどご登場いただきます。次はですね、スキンエキスパートの皆様と一緒